い、皆さんこんにちは。こんにちは。医師の教養始まりました。来ましたね。今回も行きましょうか。すごいですよ。ね、なかなか。何回目ですかこれ？もうこれね、多分ね、6回目か7回目ぐらいかな。来ましたね。慣れてきましたね。慣れてきました。確かに。またここもね、こう毎回こうスタジオ風になってます。一応本を元に、普段のですね、僕ら医療人としての生き方、そしてまあ一社会人としての生き方をですね、こう考え直していこうというような番組で、まあ、本を売り出したいためにやるわけではなくて、多分これで売れた本はあんまりないかもな。まあいずれ売れるんだろうね。そうね。もうすでに売れてるのに、まあ売れてる本もやってるんじゃねえかっていう話でもあるんですけど、今回は、はい、なんかね、スペシャルゲストが見えませんけど、二人ほど後ろで聞こえてますけれども、まあ天の声、神の声、そしてですね、つぶやきが時々聞こえてくるかもしれない。ちょっと聞こえてみますかね。はい。あ、なんか聞こえます。わーいとね。わーい。なんか楽しく今日はね、できそう。これなんか。できそう。なんか聞こえてきますね、これ。これはやりやすいのかやりにくいのか。やりにくい。はい。なんだろうね。もう飲み会みたいな感じですけども、至って真面目な番組ですよ、ね。真面目ですよ。毎回真面目ですから、ね。思います。じゃあ今日もやっていきましょう。はい。はい、で今回は、そうですね、もうベストセラーになってるですね、嫌われる勇気っていう本ですね。これ知ってる人多いんじゃないですか、ね。多分今まで取り上げた本の中で一番。そうですね。ビジネス書で去年一昨年ぐらいですかね。なんかベストセラーなんか1位とかなってましたね。なんかドラマにも。あ、これなってましたね。なってますね。全部録画して僕は一回も見てないっていうわけでしたけれども、はい、ですけれども、まあこれは本当にいろんな意味での社会人としての生き方をなんか表すような感じかなと思います。で今回もですね、このホワイトボード準備しました。ホワイトボード形式で、まあ、一応知ったかぶった、まあ3回ぐらい僕読みましたけど、読んだ僕がまあ一応まとめながら、そうですね。まあキャッチボールしながら、例えばこう皆さんみたい、まあ皆さん知ってるかわかりませんけど、まあ知らない人代表みたいな感じでね、でもね、多分ね、見てらっしゃる方にはね、結構読み込んだ方もいらっしゃると思うんですよ。いますよね。で、そういう方ともなんかこうトークができたらっていう気持ちでですね、ちょっとやっていこうかと思います。ぜひお願いします。じゃあやっていきましょう。言いますよ。はい。じゃあ早速ですけれども、この嫌われる勇気はですね、ちょっとこれちょっと早速はい、行こうと思うんですけど、この1ページ目はね、これ見開きのこの1ページ目がもうね、もう本質ですね。あ、これいいですか、はい、これ嫌われる勇気はですね、ちょっと待ってみましょうか。僕ね、最初にね、もうやっぱりね、分かりやすいね、今回の3つのポイントをね、最初に提示して、まあ、ポイント3つがいい、それを深掘っていくっていうところでいこうかと思います、はいはい、いいですか。ポイント1、待ってくださいね、待ってみて。あ、嫌われる勇気、ま、題名でした、題名ね。嫌われる勇気で、でね、これ、いいですか、これ大前提です、これ大前提。ちょっとポイントの前に大前提ですか。ここに書いてあることか、しますね。あ、ごめんなさいね。ここで焦って書いちゃいがちなんですよね。すべての悩みは、ああ、そこか。なるほど。対人関係の悩みであると。これ、なんか節約しないとやばい感じが予測されますね。スペースが。で、これ1枚でまとめるっていうのがポイントですからね。やってますもんね、それ ね。はい。早いですね。はい。はいはいはい。ね、これがまあ、大前提。これ、アドラー心理学のですね、まあ、大前提となります。で、今回この、嫌われる勇気という、まあ、小説というかですね、ある少年と、鉄人。っていう、まあ、哲学者の、二人のトークの中で、このアドラー心理学っていう心理学を、まあ、解説していくっていう本で、うん、まあ、非常に読みやすかったですよね。ね。会話形式ですからね。ですよね。このね、青年がね、まあ、だいぶひねくれてる感じが、そうですね。なんか、そんなかなとか、でもなんか青年に共感できるところもかなり多いっていうのが、はい、ポイントかなと思いますけれども、まあ私がこの中から読み取った、まあ3つのアドラー心理学のポイント。いいですか？これキーワードでいくと思うんで、ちょっとこれ多分先生も感じてるものがあるから、感じてる、今日これについて話します。1、はい、アドラー心理学の根源はですね、これ、結果論。結果論を
否定し、目的論と考える。そうですね。いいですか。読んでますね、ちゃんと。結果論、原因論みたいですね。そうですね。はい。まあ、そうまあ、うん、ステージ的にここでやめましょうか。もう先にですね、2。ああ、これキーワード2ですね。課題の分離。これですね。課題の分離ね、これね。これがね、またね。なかなかややこしいっちゃややこしいですかね。ですね。はい。もうこれ結論ですからね。3つ目はですね、共同体感覚、これでしょ。そうですね、スラッシュって言ったら、まあ、とりあえずこの単語3つ言っとけばそれ目的論だよって言っとくかそれは課題だけだよって言っとくかあ、それさ共同体感覚でいけばいいんちゃうとか言っとけばなんとかなるっていう話ですかね。っていうことではい、はい、で、一個ずつこれからちょっと解説をしていこうと思います。いいですか？ここに向かってちょっと走っていきますので。まあ、全体像として。ですかね。そもそもアドラーって誰だって話ですかね。ちょっと解説してください。振ったけど振られたって。まあね、あれですね、三大、そうですね。心理学者じゃないや。三大哲学者の一人、はいはい、哲学者じゃないか。なんだっけ。まあいいや、フロイトとユングとね、アドラー、三、うんうん、人が同世代で、まあ、特にこのいわゆる心理学の領域で、まあ、有名になった3人でもあるんですけど、アドラーさんあんまり弟子を取らなかった。そうね。で、まあ、弟子を取らなくて、あとほとんど著作もないって言われていて、うんうんうん、最近ようやくこういろんな人がこう、うんうん、まあフィーチャーしてますけど、実はあんまり弟子も多くないし著作もないしで注目されてなくて、フロイトとかユングの方が圧倒的に有名でね、うんうん、まあそっちはこうトラウマが悪さをするとかいろんなことを言ったんですけど、なんかアドラーさんなんか言ってた言葉の中で印象的だったのが、まあ僕の言葉は残らなくてもいいけど、まあその言葉が残らないぐらいみんなに広がっているんだったらそれでいいみたいな言って、なんかこうすごく普遍的な言葉をたくさん残してるな、そんな印象です。残らなかったって理由はこれかもね。あ、まあ、嫌われることを恐れないっていうのが一つ、本当に嫌われた可能性はあるよね。この人がね。だけどすごいやっぱ大事な考えをやっぱり持ってますよね。これ文章で書いていくともうちょっと 何か分かんなくなるんで、最初にこの3つを挙げさせていただいたんですけど、ちょっと1番からちょっと順を追っていこうと思います。これが今回のテーマになります。でこれでちょっといいですか、これ最終的にこれを踏まえて私はどうするべきか、まあどう、まあ今を生きるか、こういう話に持っていきたいと今日思ってるんですよね、はい、今これで何なのじゃなくて、これでどう今の、まあ、これを乗り越えていくのかっていうところが、そうですかね。あのこれどうですかね、先に言ってますけど、この対人関係っていうのがやっぱり悩みで、僕ら特に医療人って対人関係しかない。まあ、対人業務ですか。対人業務ね。そう、仕事じゃ対人よくね、まあ、例えば外来業務とかは、まあもう変な話もなるかな、接客業だとか言われたりしますけれども、まあ確かにそれを接客業というなら、接客だけしとけばよくじゃいいわけじゃなくて、実は、その、患者さんだけじゃなくて、患者さんの家族にも接客しなきゃいけないし、ね、あるいは隣にいる医療従事者の接客もある意味しなきゃいけないというかね、いろんな他者にまみれている、まあ仕事なので、まあ結構ね、医者に結構通じるところがあってですね、みんなこれで悩んでんじゃないかな。でもやっぱり対人相手が多いんですよね、医者ね。そう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 、いろんな人とわーって短時間の間にたくさんの接触を繰り返すので、いろんな職種の人と、しかも初めてっていう状況で、1対1は1対複数もあるし、なんか集団対処もそうそうね、いろいろあります。これね、ちょっとひらめきましたけどね、ひらめいた結局働き方改革で一番議論しなきゃいけないのはここになっちゃうっていうところもあるかなって。だってね、何時間働いたから、逆には何時間休めたから大丈夫とかはないですし、ね、心の、まあ、休息っていうところも含めてですね、まあ、こういうところも考えていくのが実は結構本質ついてるじゃん。なる。よし、じゃあ行こう。じゃあ、はい、結果論を否定し目的論と考えるっていうのを、これどうですか、どうでした、これどういうことでした。まああれですよね、どうしても私たちは何か問題が起こった時に、その問題の原因はこれが原因だったんじゃないかって言って過去にその理由を求めますね。 A だから B ですね。そうですね、まあ因果関係みたいな、まあこれじゃないよっ
ていうことですね。そうですね。これが、まあ、結果論とか原因論ってやつで、まあ、もちろんそう考えがちですけど、実はアドラーさん言うのはそうじゃないということですね。例えば、私は、こんな貧しいところで育ったので、こうだとか、ね、そうです。こう、何々はなれないとか、まあ、小さな頃虐待を受けてきたので、今こうやって堂々と話すことができないっていうような過去の事実を、だから B っていうのを否定して、そうではなくて、実は B のために A を作ってるんだよっていう考え方ですか。そうですね。だからその堂々と話せない、話さないっていう目的のためにこれを使ってる、っていう過去のことが、自分が話さないのはこういうことが原因なんだっていうふうにそこに理由をつけてしまう。そうですよね。だからね、まあ、これをね、こう突き詰めていくとね、全部なんか、それ言い訳じゃんみたいな、否定は全部そうなっちゃう可能性があるってことですよね。だよね。だから。まあ、要は、それを、まあ、根拠づけることとして、同じ原因を持った人でも全員が同じ結果にはならないですね。例えば、あの時に、まあ、例えば、こんな事故にあったからこうなっちゃったっていうふうに言うけど、みんなその事故であった人がそうなるわけじゃなくて、その事故の経験を生かして違う結果になる人がいるので、やっぱりそこはそこの、まあ、過去の原因に全てを求めてはいけないんだ。これをアドラー先生はあるキーワードというか言葉で表してますけど、何でした？これなんか学校みたいになってました。これを劣等コンプレックスですね。劣等コンプレックスね。これ劣等感と劣等コンプレックスを分けてるってことですよね。分けましょう。劣等コンプレックス。だ、劣等感をポジティブにこう考えることもあることはあるってことですね。で、これ、ちょっとじゃあ、そのままいきますね。はい。劣等コンプレックスを否定するっていうか、まあ、これは良くないよっていう考え方で、まあ、実は目的のためにみんな走ってるんだと思うんですけど、これ、もう一個、これも否定してますよね。これ、優越コンプレックス。優越コンプレックス。これどういうことですか？これ、あの、あの、にくかったなと思うんですけどね。なんか、何回か読んで分かりました。ここ、だから、うん、だから例えが一番分かりだったんですけど、これ例えられてたのがね、例え何でしたっけ、まあ、あたかも自分が優れてるように振る舞う偽りの優越感ってこれ書いてますけど、例えば経歴詐称問題やですね、まあ、すごいブランド品をこう身につけるっていうね、はい、まあ、優越感に浸ってるようなコンプレックスですね、まあ、それ自体がそれが優越コンプレックスだよっていうところを、まあ、否定するっていうところですかね。なのでちょっとなこれいきなりですけどね、なんか結構ここ読むだけでもね、一回本立ち止まってね、本当に自分が言い訳に浸ってないかっていうところを考えたいとなりませんかね。ここの関連ですごい印象に残ってる言葉としては、うんうん、まあ、経験それ自体、経験そのものが大事なんじゃなくて、うんうん、経験が与える意味の方が大事だよっていうふうに言ってて、そこすごくいいなと思って。そうだよね。同じ経験をしても、意味付けってことですよね。そうです、そうです。意味付けですね。意味付け。もう、その A という事実に、まあ、要は過去に、はい、あなたがどう意味付けるかで、過去は変わりよ。未来も変わりよ。そうです。ってことですよね。はい、あ、素晴らしい考え方だなと思いながら僕は進めました。はい、どうでした？いや、どうでした？そうですね。ですまあ、やっぱりどうしてもこう、そうやって理由をつけた方が楽なんです。ああ、楽だね。このせいで、俺はこうなっちゃってるんだよなっていうふうにやってると、まあ楽なんですけど、ただ、その過去は変えられない以上は、その過去に理由をつけてると、それはずっとそのままいきます、ね。でもその過去に起こったことに対する、その経験に対して違う側面から意味を当てる、側面から見るっていうことをすると、同じことを通しても違う成長が得られるみたいなところがあったなと。実際ね、僕も患者さんの中でね、すごく死にたいと僕の前にこう訴えてくるわけですから、なんでって言うとね、私はこれまで、まあ、母親から虐待を受けて、父親からも虐待を受けて、今旦那からも虐待を受けてます、こう泣きながら訴えてきた患者さんですね。まあ、それはもしかしたら妄想なのかもしれませんけど、まあ、どうアドバイスするかっていう時にですね、ふってこれが浮かったんですよね。で、今あなたが生きていく過程において、やっぱり過去がすごい出てくるわけですよ。もう引き出してるわけじゃないのに、どん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 過去が出ていくんだけれども、でも過去の事実は変わらないよねっていう話をして、まあ、今を考え直そうよって
言ってみたんですよ、これを元に。なるほど、うん、これ、まあ、たまたま、まあ、読んでた時期にもあったんで、はいはいはい、だけどね、なんか人の気持ちをそれで変えれるかって言われるとちょっとそれほど強くない、これは。で、うん、いや、そうなんです。あの、これあずささんこの中でも言ってましたけど、はい、やっぱりこう他の人から教えてもらうものって、やっぱり自分のものにはなりづらいんですよね。そうね。だからここの意味付けを、この経験、あんたのこの経験はこういう意味があるよとかって言われて、まあちょっと2番の課題のポイントちょっと重なりますけど、そうやって言われて、あ、俺のあの意味ってこうかみたいな風にはなかなかならない。ならない。だから面白いことで、こう他者から教えてもらったものは対症療法にしか過ぎない。ああ、素晴らしい。ちょっと書いてもらっていいですか。書くんですか。あ、他者、まあいいでしょう。ちょっと長いので、他者から教えてもらったものは、その場の対症療法にしか。そう、まあその場で一瞬、あ、そうかもなって思うけど、本当の意味でその人に残らないって。あ、まあ、まさにこれを読んだからといって、あなたが変わるかは、アドラーさんはそこまで考えてないと。そう、そうです。行きましょう、2番。課題の場所ですね。まさにここです、ね。まさにここです。僕ですね、この本で一番好きだった文章を、うん、はい、出していいですか。いいですよ。僕勝手に僕がやってるんです。赤字書いていいですか。これ素晴らしいなと思ったっていうかですね、まあそういうことだなと思ったんですね。僕この文章に出します。あの、これあのアドラー先生の言葉じゃなくて、この本の中で引用されてたことわざなんですよ、はい、ね、ここですね。馬を、あー、へへへ、水辺に連れて行くことはできると。いるが、ここね、ちょっと2番は結構熱く語り合いたいんですけど、水を飲ませることはできないと。これまさにもう、あの、ま、課題の分離がやっぱり大事だってこう言ってますけど、ちょっと簡単に課題の分離っていうのを解説すると、はい、どうする、アドラー先生、うん、まあこれ例え話が分かりやすくて、まあ、子育てなんですよね。勉強しなさいっていうことはできるけど、勉強するかどうかは子供の問題であって、その勉強しなさいって勉強を押し付けるのはそれはもう罪ですよ。相手の中に土足で入っていくようなもんですよっていうことで、かなり強く否定してるんですよね。そうですね。で、それの課題はやっぱり子供の問題であってってことですよね。で、これが実は最大の対人関係のトラブルの原因になってますよっていうところを、ね、今回これで述べられてるんですけど、意外とこうその日々の中で分離できてないんですよね、うん、できてない全然。だからその問題が誰のことなんだろう、自分のことのように考えちゃってるけど、全然相手のことだったりとか、なんかそういうことってすごくあるので、なんかこう混同してるんだろうなって、自分もだから最初この話を読みながら、ちょっとこう、難しかったですよね。いや、難しい。あの、例えばね、まあ、まあ、子育てでいくとね、例えば子供が、あ、まあ、小学校、中学校に、まあ、塾に行かせることはできるけど、塾で勉強するかどうかは、子供の問題であって、親の問題じゃないんだけど、例えば僕、あの、公文式を、まあ、10年ほど受けましたけど。なるほど。あの、公文式の人。まあ、信じられないぐらい、あの、宿題を燃やしてましたよね、かっこ燃やした火をつけた。もう、火はつけてないけど。あ、そういうこと。わからないようにいかに捨てるかを、やっぱり、で、公文の先生にはなくしたっていうね。なくしたっていう。あのことを、多分これも、あの、あるある、公文式あるあるだと思うんですけど、あの、多分みんなやってるんですよ、子供は、ね。勉強はでもそうですよ。自分も信じられないぐらい、こう、机の下でゲームボーイやりました。あ、そうです、そうです。だからね、そこに、まあ僕は見つからなかったからそうかもしれんけど、まあ見つかって親がまあいいんじゃないよと言うならもうやめさせるのかもしれないけど。でももしかしたら、見つけてたかもしれないけど言わないのは課題の分離かもしれない。あ、そうだよね。そこかもしれない。あ、そうだね。見つけてるんですよ。親って、俺、私親って思ってるんですけど、でもね、わかる。わかる。わかるんだ。あやつらが。あやつらがどういうことかわかるけど。まさにこれじゃないですか。そう。子供を、でもそこは、ね、塾に入れることはできるけれども、宿題、いや、宿題っていうか、まあ、勉強するかどうかは子供の問題だよっていうね。
そこででも親として課題の分離ができたら、いいお父さんですね。いやいや、わかんないけどね。あの、それ見てたら、そんなことないとか言ってるかもしれない。はい、見てるよ見てるよ課題の分離ができると、そこがやっぱり子供の問題であるってなった時に、はいはい、そこまでこう、自分の課題としてグイグイいかなくて済む。ただ、これ、反面、私これ思ったんですけど、結構冷たいです。冷たい。すごいドライ。ここ冷たい。これね、これじゃあね、ちょっと今、子育ての話でしたけど、じゃあ僕らが医療っていう立場で行くと、むちゃ難しくて、薬を出すことはできるけど、飲むかどうかはわからないっていうレベルに陥るよね。そうなんですよ。で、これが一つの、理想論的な感じもちょっと受けるなと思います。でね、これもう一個ね、ぜひね、江上先生に聞いてみたいなと思ったんですよね。この、特に、そっか。子育ての中でですね、キーワードでね、これちょっとね、こっちの話にも繋がってくるんだけど、ここの話はちょっと一旦また、後でやるので置いとくと、これ子育てで、まあこれと、もう一つはですね、叱ってはいけないってことじゃないですか。これ難しいんですよね。難しいね。褒めてもいけない。わかりますかね、これね。難しいですよね。これね。これ、ね、叱るっていうこと自体がね、もう相手の、こう、なんだろう、やりたいことを阻害してしまうっていうかね、止めてしまうっていうね、褒めても今いけないっていうかね、ということになっていくってことなんですけど、どうですか？いや、まあ、これは、まあ、ある意味、課題のプランの中での仕事で。叱って褒めてるでしょ。叱って褒めてますね。だまあ、確かに、でもその叱る時も、この、まあ、課題の分離とはちょっともう一個手前の話かもしれませんけど、その、まあ、もうちょっと、なんていうのプリミティブな部分で言うと、自分の感情では怒らないんですよ、みたいな。だから自分がイライラしたから怒るんじゃなくて、その相手に対して必要だと思うから怒るっていうのが、まあ一般的な叱るの原則じゃないですか。だけど、多分課題の部分ってもっと上で、もうそれは相手の問題だから、そもそも叱ってはいけないっていう、そこまで言っちゃうって話かなと思って、これはね、本当に親としては、だから課題の分離って言いながら、親子は、果たしてそれは子なんだろうか、それとも合わせての、共同体としてね、存在なのかとかは考えちゃいます。結局、この、相手を無理やり入っていっても、無理やりこれダメだよとか、ちゃんと勉強しなさいっていうことを進めてって叱り続けても、結局自分が変わらないと変わらないので、結局自分を変えるのは自分だけっていう感覚で、行かないと、叱ることを教えると、から叱られないとしないっていうことに。叱る人がいることで自分の行動を変えていくから、そういうところがなくなると変わらなくなっちゃう。ね。でもさっきのとちょっと似てますけどね、やっぱりその経験の意味付けっていう意味では、その、まあ、その経験は良くないと思うから叱るわけですけど、それが良くないっていうことが自分の中でちゃんと重み付けが経験としてできないと、その人にとっての行動を変えることには繋がらないっていうことですよね。ね。いやー難しいですね、これ。まあ、なんか課題分離、課題の分離っていうのを、しくじるじゃないですか。しくじりますね。よくね。あ、課題の分離ができてないと思う。医療者とかでもよくしくじりますね。ですよね。なんか、気がつくと患者さんが本当になんで飲まないんですかとか、特に、前回も話したかもしれないけど、特に、まあ、生活習慣病で、なんか、結構、不死だらな生活が故になっている状態を、修正できない患者に対して、まあ、感情的にならずに、相手のストーリーに入っていけるというところも通じてくるかなと思うんですけどね。はい、ではですね、次行きますよ。共同体感覚。この言葉をちょっとですね、解説しつつなと思いますけれども、これもね、もうちょっと長くなるので、いいですか？ちょっと言葉でいいですね。これキーワードはね、実はここから通じてるんです。叱ってはいけない。叱ってはいけない、褒めてもいけない、じゃあどうしようっつうのよっていうのが多分この本に対してメッセージだと思うんですけど、縦の関係ではなくて、縦の関係じゃなくて横の関係が大事なんだよっていう、これがいわゆる共同体感覚なんですけど、まあ、これでもよくわかんないよね多分。そうですね。まあ、これって変な話、僕ら指導医として、若手医師を教えるにあたっても、その概念すらちょっと疑えっていうね。うん、うん。あ、しなさい、こうしなさいじゃなくて、これも、
ああしなさい、こうしなさい、よくできました、うん、じゃあダメだよっていう、この上と下の関係みたいな、ですよね。褒めるっていうこと自体がもう縦の関係だよ。褒めた時点で親がこうみたいな感じにこう上下になるんで、やっぱり横の関係が、このおっさん、おっさん、アトラスがすごいのは、これ親子ですら縦の関係じゃなくて横の関係でいけってことですよね。そうですね。いいですか。でね、これを達成するには、いきましょうか、ちょっともう一回こう抜けちゃいますか、はい、一緒に持っていきましょうか、はい、いきますよ。でね、ちょっとこれね、ちょっと図で書いてみましょうか。具体的にどうしたらいいのかっていうと、自己の、自己への執着、なかなか難しい言葉ができますよね、うん、自己への執着から他者への関心に変えろって言うんですね。そうですね。これだから、これが非常にね、こう関心っていう、これ、結構ね、日本語よくこの言葉をね、持ってくるのも意外と難しい。よく選んだよ、選んだよ。うん。これ一応英語で、何だっけ。これ、その、セルフィッシュ、セルフィンテレストって言いますね。うん、セルフィンテレスト。で、これを、ソーシャリー、テレストでね、なんとなくわかると思いますけども、で、これ3つ、これここまで3つ出てくるんですけど、あ、3つ、そうですね、3つ出てくるんですね。キーワードね、1つは自己、自己需要、これでもまとめみたいになってきます、ここの自己需要と、他者信頼、難しくなってきました ね、 ね、難しいんだと思うんだよね、結構ね。だから面白いんだ。他者貢献ですかね。他者貢献っていう言葉でまとめてますね。ちょっと簡単に僕解説しましょうか。どうぞ。でもちょっとコメントいただいたら、はい、嬉しいですけど、まあ、自己需要っていうのはまさにこの一番ですよね。目的論で生きろよっていう、ね、もう変えられないものを、なんていうかな、理由にして、そうね、自分が今できないっていうところを言うんじゃなくて、まあ、ありのままの自分をまず受け入れましょうと。ありのままの自分を受け入れた上で、これから先自分がどう関係を持っていくのかっていうところを考えていきましょうっていうことですね。だから、ありのままの受け入れられない状態っていうのは自己への執着なんだと思うんですよね。自分がこれだからできないっていう、まさにこの、結果論をかなりこう語ってしまうということですよね。で、これ、ただね、簡単ではない。まあ、ここに必要なのは、この自分を受け入れるのに必要なものこそ、勇気がいるんだよっていう、そうですね。ことですよね。まあ、勇気の心理学っていう意味では、勇気を持つことだってことですね。で、まあ、それがここですよね。他者の執着を振り切れっていう話ですよね。あ、自己への執着をですね。だから、まあ、ありのままを受け入れましょう。で、他者を信頼するっていうのがですね、これ分かりやすい例えされてたんですけどね。これ信頼であって信用ではない。あ、そう、信頼と信用ですね。で、信用っていうのは、まあ、例えば、これはなんか、銀行みたいな話ですかね。信用金庫とかあるんですけど、はい、まあ、それには、ま、金銭だとか、まあ、なんていうのかな。担保がある、ね。そう、担保がある。まあ、やれば見返りがあるっていうような、まあ、いわゆる、この言葉で言うと、承認欲求みたいなもんですよね、はい。承認されるからやるってことになっちゃうから、そうじゃなくて、他者をもう完全的に信頼しましょうよ。私はあなたのために、こういう、あなたのことを無条件で信頼しますよっていうことが、他者への信用ではなくて信頼になるんですね。まあ、無条件に信じるっていうことが、他者信頼っていうことですね。これが他者への関心につながっていますからね。そして、まあ、他者への貢献っていうのは、まあ、まさにそのままなんですけれども、これがね、ただね、ここもね、こう、警笛を鳴らしてる感じが面白いんですけど、はい、他者への貢献を、まあ、過度にやりすぎるなっていうところもこう言ってるんですよ。なんか、こう、やってるぜみたいな気持ちになりすぎて、例えば家庭をおろそかにして仕事ばっかりやっちゃうみたいなのは、ちょっと間違いですよって。まあ、他者の、そうそう、ワーカホリックになるんじゃなくて、他者へ貢献していくっていうことを軸に考えていくと、まあ、こういうことになるのかなと思います。ね、でないとね、これはね、面白いね。あたかも自分がす、
なんていうかな、こう やりきっちゃうとね、うん、なんか、もうそれが優越感。まあ、結局優越コンプレックスに変わり、そうですね。それをやってるぜっていう自分がかっこいいっていうところになると、ちょっとまた違うので、ちょっともっと、もっと、なんかどちらかというとピュアな意味での他者貢献っていうところですかね。どうですか、これ。まあ、なんでしょうね。なんかまあ、なんかね、すごくこう、集大成的なこう考え方じゃないですか。はい、でもまあ、ね、なんかまあ、パッと日の印象としては、でもこれを実践するのってめちゃむずい。もうなんか、お前できんのかなっていうぐらいの、まあ、ある意味とても理想的だし、こんな関係をね、共同体として築けていけたら、うん、まあ、すごくいいんだろうなと思いつつ、うん、実際のところはやっぱりここが突破できなくて苦しむことがたくさんあるし、じゃあ、他者信頼とかもそうですけど、私たち自分が信頼できる人、信用じゃなくて信頼できる人、見返りを求めずに信じられる人って一体どのぐらいいるんだろうみたいなこととか、いろんなことを考えますね。まあちょっとね、これ初めて1回目僕読んだ時も、まあ、すごいなと思いながらも、じゃあこれを自分がこう変えていけるかってやると結構難しいなと思ったんですけどね。ただ何回か読んでいくのと、これを読んで結構実際の例えば仕事だったり、あるいは子育てだったりとかを考えていくと、あ無理でももう一回読んでみよう、あできるかも無理を繰り返していくと、ちょっとねなかなか面白いかなと思ったんですね。そうですね、なんか全部っていう、まあなんかこの中の一部やってみて、多分なんか、まあ、書いてありますけど、人生を通してね、そうやっていく作業の一つなんだみたいなことを言ってますよね、はい、で、これで終わりそうでしょ。ここで終わらないんですよ。終わらないんですよ。ここで終わらないんですよ。知らないけど、なんかもうスペースないで終わるんじゃないかと。なるほど。もう、まあ、僕が今不安なのはスペースがないことだけですよね。じゃあどこにスペースを作るかですよね。まだありますよね。あのね、とはいえね、今言ったようにね、結構簡単ではないんですよ。で、これね、最終章あたりがね、結構実践的なこと書いてあるんですよ。ここのね、ネタをちょっと今からいきますよ。どう生きるかっていうところを、ちょっとこのスペースを使ってですね、今私たちにできること、私たちが生きる上で考えていくべき生き方っていうところを最後これを踏まえて考えていこうと思います。いいですか、はい、ね、うん、キーワードいきますよ、はい、ここちょっとね線を区切っちゃっていいですか。ちょっとこれいいですか、ちょっとこう大事なところ入っていきますね。キーワードはですね、太字で書きます、うん、いいっすよ。いや、どれやっぱそれね、今ここ、いや、あ、じゃあそこ一緒でしたわ、そこのキーワードですね、今ここ、これなんですよ。そうなんだよね。ね、で、ちょっともう長くなるとあれなんで、これ、この言葉用語皆さん覚えてもらえるとなんか かっこいいなんていうか、ちょっとあのアドラーかぶれになれる感じ。アドラーかぶれ、キーワードもう一個教えますね。バツ、ちょっともう覚えきれないっていうね。バツ、キーネーシス的。これをですね、丸、ある、ごめんなさい、あるじゃないか、エルだね。エルゲイア的、エル。もう怒らねえ。もう覚えてない。なかなか覚えられないの、忘れちゃうでしょ。でもね、結構大事ですね、これ。エルゲイア的。的生き方をしましょうっていうことですね。ちょっとなんか僕嘘言っちゃいそうなんで、キーネーシス的生き方、もうちょっとね、これ一旦忘れてもらっていいので、ここだけ言うんですよ。今ここっていうのを説明していきますけど、キーネーシス的生き方ではなくて、エルゲイア的生き方をしましょうっていうことをアドラーさんは言います。ね。で、簡単に言いますね。これちょっとそのまま引用しますね。キーネーシスっていうのはどういうことかっていうとですね、一般的な運動、っていう言葉らしいです。キーネシス。キーネシスね。カイネシスだね。あ、そうですね。あ、そうですね。なるほど。運動なんですね。運動。で、ことは、そうですね。始点と終点がある。ね。ここが始点で、終わりがあそこだ。ってことは、自分は終わりに向かって走ること。うん。まあ、終わりをポーンと立てて、終わりに向かって走ることっていう生き方ですよね。で、ここの例えば分かりやすいんですけど、ここまで、例えば、行くのに、うん、特急電車があるのと普通列車があるんだったら、普通、キーネーシス的生き方をする人は絶対に同じ時間に着いた電車だとしたら特急電車にしか乗りません、うん、よね、うん、目的がその場所がもうゴールが決まってるんですよね、そうですね、ってことですよね。
で、これちょっとじゃあ、あえて、これが正しいのか分かりません。一つの考え方として聞いてください。これを、まあ、僕らが言う専門員と考えましょう。専門員、専門員だったのね。はい。専門員っていうか、そうですよ。例えば私は、循環器内科の医者になりたい。まあ、あるいは、もっと心臓外科医になりたい。はい。と思ったら、もうやり方って決まってるわけですよね。なるためには、まず、循環器内科だとしたら、まず、内科の研修を受けます。で、内科研修を受けて、内科、まあ、認定医ということになれば、次は専門研修に入って、循環器内科の専門医になる。これが、キネシス的生き方ですね。一方、こう、エルゲイア的生き方だったんでね。で、これね、これなかなか難しい言葉ですけど、エルゲイアとは、今成しつつあることが、そのまま、なしてしまったことであるような動き。全然わかんないです。わかんない。意味は。全然わかんない。何を言ってるのかな。ね。まあ、わかりやすく言うと、なんかね、ラリった状態ですね。なんかあの、切断的とか、切断的って言われても、感じ書けないし、切断に生きてないので、切断的にわからないので、まあ、わかりやすく言うと、ラリってる感じ。わかりやすく。もうめっちゃわかりやすくと、ラリってる感じです。あ、これの例えがまた素晴らしい。これとまた例え直しますね。まあ、エルゲイア的に行きますね、じゃあまず。ごめんなさい、キネシス的に行くと、まあ、旅に行きますと。今から、まあ、富士山の頂上を目指しますと、今日、まあ、栃木から富士山まで、まあ、電車に乗って、まあ、楽しくなってますね、行きますよね。で、じゃあ、ね、頂上行けました、何合目の頂上行きました、終わりですか？頂上に着いたら旅は終わりか、そんなことはないですよね、うん、じゃあ振り返って旅から帰ってきて旅って何だったっていう時に普通は、ね、頂上の景色の話だけするわけじゃないですよね。 それまでの過程ですよね、うん、その過程を楽しもうよっていうところが、ルゲイア的生き方ですよ。これね、もう一個言うよ。もう一個言うとね、僕ね、奄美大島になりますんでね、ダイビングしまくるわけですよ。でもね、ダイビングすることが幸せで幸せでたまんないんですよ、うん。でもね、ダイビングにも皆さんね、ライセンスっていうのがあるんですよ。なるほど。で、これが面白いのがね、なんか、どの世界も同じだなと思うんですけど、ランクがあるんですよ。ライセンス、ね。まあ、オープンウォーターっていう、オープンの、ライセンスと、その次は、なんだっけ、アドバンスっていうね。で、その次は、ちょっとごめんなさい、もうよく覚えてますけど、まあ、ダイブマスターっていうところがあるし、その上には、インストラクターっていうのもライセンスなんですよ。で、その段階があるわけですよ。でもね、ライセンスが好きな人はね、別に、試験とトレーニングさえ受ければ取れるわけですよ。なるほど。別にすぐ取れるわけですよ。でも別にいらなければ、ひたすらオープンウォーターで何百本って潜っても、で、その最短で取ったインストラクターの人よりも、オープンウォーターダイバーの方が、なんかこう、なんていうのかな。もっとよりスキルもあるし、かつ幸せなんじゃないのっていうね。ってことですよ。これ、まあ、要は目的を持って、目的に向かって走るってことですね。で、これは、目的を意識しない。今の幸せを生きながら、あれ？気がついたら、循環器の専門になっちゃってた。っていう感じですかね。そうね。そんな感じの言い方ですね。だから、切な的って言われるんですね。そうですね。いや、面白かったのは、これ、やっぱり、こう、エルゲイア的な人は、なんか、その、今ここに、その他ってるときは、なんかもう、未来も過去も見えなくなるでしょう、みたいな。そうそうそう。見えなくなるんだと思って、なんか基本的に、なんか何かやってるときに、過去も未来も全く見えなくなるぐらい、まあ、ある意味その、ラリった瞬間ってどのくらいあるんだろうかっていうと、あんまりないよ。だから、結局、エルゲイア的って言いながら、なんやかんやこう、先を意識したりとか、はあるんだろうな。いう気はしていて、なんか結構この2つって全く2つにバシって分かれるわけではない、うん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 、なんかこう、まあある程度の目的はあるけど、でもエルゲイア的に動いていく中で、うん、まあ、スティーブ・ジョブズの有名な話で、うんうん、コネクト・ザ・ドットってあったんですよ、うんうんうん、こう僕知らない、なんかうんうん、何でしたっけ、その大学、スタンフォード大学、ああなんか卒業式のね、あの時に話した言葉の中で、うんうん、こう、一個一個のドットを頑張ってやっていく時にドットが出てくると。それが最終的に何の目的だか分かんないけど、やっていくうちにだんだんそれが繋がって一つの大きな円になってくるってなって、エルゲイア的な生き方って多分そのドットを燃やす作業をひたすらやってるんだけど、それがだんだんこう積み重なっていった時に、まあ、人生を通して一つの大きな円になっていくみたいな、そういうところってあるよね。うん、っていうのがなんかすごく繋がったなって自分は思います、うんうん、先生はどうなんですか、どちらで今生きてるんですか。でもね、あのね、
非念質的なものあんまないんですよ。やっぱそうじゃん。そんなね、なんか綺麗にまとめようとかしてるけど、やっぱあなたもエルゲイアでしょ。いや、あなたもエルゲイアとか言うから、全体的に聞いて、とりあえず思い浮かびました。ちょっと流行らせましょうよ。ちょっとそれエルゲイア的じゃねと。なんか、あれですよ、フィジカルやってる時とかはもうエルゲイアの塊みたいになってますから。いや、もちろんそうでしょう。もちろん。ちょっとね、アドラー、これ心理学的な、この本の結構痛烈に書いてるところをちょっと読んじゃっていいですか？今ここだけを真剣に生きるべきなのです。過去が見えるような気がしていたり、未来が予測できるような気がしてしまうのは、あなたが今ここを真剣に生きておらず、薄らぼんやりとした光の中に生きている証です。だから、未来ばっかり語んなよみたいな。そうですよね。で、もう一個、ここいいですか。我々は今、ここにしか生きることができない。我々の生徒は刹那の中にしか存在しないのです。それを知らない大人たちは、若者に千の人生を押し付けようとします。ラインですね。千。このレールですね。レールの人生を押し付けようとします。いい大学、大きな企業、安定した家庭、そんなレールに乗ることが幸福な人生なのだと、まあ大人は教えようとします。でも人生に線などありえません。いいねいいですね。人生にラインなどないんです。ないですね。いいですか。でも面白いね。ラインはないけど、でもドットは繋がってくる。そうそうそう。それはラインはやっぱり、まあ昔の人がよく言ったかもしれんけど、ラインは後ろにあるんですよね。あ、なるほど。ね、気がついた歩いていったところがやっぱりラインになるんであって、まあラインはないですね。これね、まあ痛烈に言いたくないですか、今の。いや、そうです。急にね、この話ね、最後すごい熱を帯びるね。熱を帯びる。急に、なんか最初すぐ、ばっかり製本だなって思ったんだけど、まあ、ごめんなさい。ちょっと失礼な話です。ちょっとまとめますよ。急にね、すごいですよ。そうなんですよ。そういう観点で、ちょっとエルゲイア的にこの本、ちょっと読み返してみます。あ、でも一個だけこれいいですか、はい、これ、やっぱこの本で一番、うん、おーって思ったのは、はい、これですよ、はい。人生における最大の嘘。わー。それは今ここを生きないことです。うわー、いやーこれ来たと思って。まだ今ここなんですよ。今ここ。チコちゃん。チコちゃんなんですよ。チコちゃん。チコちゃん。ぼーっと生きてんじゃねえよって言われます。あー、はいはい。著作権が大丈夫かわかんないです。ビーって言わせてくれます。そうだよね。本当にぼーっとなんかラインがあるよって言われて乗ったラインってぼーっとなんか見えちゃう。変に安心しちゃうんですよ。で、乗り過ごすんですよ、何か。いや、そうだよね。なんでそうなんだろうね。楽なんです。いやいや、乗り過ごしてもいいんだよ。いや、だけど、あ、なんかいい感じになってきた。さっきの話、ね、いい大学、いい企業に入ることを、そういうのも、親は望みがちだよね。いや、本人がそれを望むこともある。あ、そうそう。望むこともあるけど、結局それは、望みがち。まあ、望む。いや、ここにいる連中ってさ、基本負け組じゃん。負け組？それはどこで説明つけられるか。負け組。ここにいる連中。まあ、そうそう。負け組がそんな語るなよっていう話だよね。あ、そうなの？勝ってから言え、もの喋れっていう。勝ってから物喋れ。そうかな。いや、だけどね、超専門になってからもの語れや。あ、そっかそっか。そういう考えになるんだね。そうそう。あ、だけど、あ、どう思う？僕はそう思わないっていうかね。別に専門になりたいと思ってないからやってないんで。ラインってそういうことでしょ。ラインって、超専門になる。まあでも、あれだよね。ラインの、さっきの線は後ろにしか来ないと一緒で、LINE は確かに先を走ってる人の LINE が先が見えるから自分もその LINE に行けると思うけど、うん、でもそんな、全員がそんなわけじゃない。なんで、基本、本当に、なんていうの勝ち組の人もいるわけよ、そういうふうに。そういう人は悪くないのよ、別に。難しいな。いや、だから、まあ、さっきのと一緒でも、コネクトドットで、結局その人は自分で最初からその道を描いたわけじゃないけど、後から見たらまっすぐ歩いてるみたいな。そういうのもあるんだよ。あ、すごいなって思うけど、違う。全員がそういうわけ。ちょっといい？あ、どうぞ。アドラー心理学的には、私はそうだよ。アドラー心理学的には、その人生で勝つとかを考えてない。あんまよ。だから、でもね、キネシスとエルゲイアを分けるイコール、それは人生の勝ち負けを決めてるよ、これ常に。いや、今ここを楽しめやっていうだけで、ここで終わってます。それが、なんていうの、
それを思ってるやつ思ってないやつっていうふうに思いがちじゃん、そのキネシスとエルゲイアっていうのはね、うん、ただそうじゃなくて今のディスカッションからするとそれなんていうの、要するに専門医がとか勝ち組がとかそういうふうになるじゃん、なんか流れとして、うん、でもそうじゃないんだよと。で今ここに生きることそのものは多分みんな生きてるはずだよ、それは全員がだよね。ここは別に未来のことを思って今すぐここを生きてるわけじゃない。でもう一つ言えるのが、案外悩んでる人に対してのなんていう、逃げを与えてる、今ここっていうことに対して逃げを与えてる、そういうことだね。おー、あの、うん、いいですね、あのアドラーに戦い挑んでます、ね、もちろんもちろん、あ、うん、いいよいいよ、アドラー派に行こうか、じゃあ僕はおー、いいですね、僕ユング派やからね、ユング派、いや、いいですね、なんだなんだ、あ、だけどね、あ、ちょっと待って、まず大前提として、僕ユングだよ、大前提として、うん、まあ、ここ一つ大前提、まあトラブルはなぜ起きるのかっていう心理学と考えてもいいのかなと思うんでね、まあちょっとかなり広いので、違うね、問題解決法なんですよこれは一つの、うん、で困ってる人々に今ここっていうことにかいうことですごく悩みが解決されたようにを彼らは思うわけ、ね、おお、いいですね。あ、でもじゃあそれをもう少し誇張して言おうか、僕が、うん、これを今ここにこれに悩まずにいける解決法はまず ここになってくるんだけど、まあ、この目的論があるよねっていうところで今ここにだし、まあ余計に人のこと考えないやみたいな。そう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 。うんうん、まあ、この2番、課題分離しろやみたいな。いや、そもそもあなた何なのみたいな。そうで、その観点でちょっと最後まで、ここ、ね、結局他者貢献、他者信頼を今ここをやっていきましょう。それが幸せですよっていう、ラリっちゃいましょうみたいな。うん、そう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 、考え方につながっていくんじゃないか。でもね、他者信頼、他者貢献っていうのを突き詰めると、自分を失えってことになってるんだよ。あ、でもそれは否定してるよ。そうやね。だからそこがね、うん、難しいと。だ、そこで共同体感覚って言うんだけど、うん、めちゃくちゃ難しいね。ね、そこまで。うん、そう、だからここは難しい。これね、共存しない3つを言ってるような気がする。そう言ってる感じ。だから全部ね、はっきり言って、全部共存するって、まだまだ、で今のこの世の中ではまだ合わないよね。しかもね、課題の分離をするでしょ。だから他者のことを分離してるから、うん、そこで分離するんだけど、他者貢献めっちゃするんだよね。そうなんですよ。だからね、これ、本当に難しいなと思って、他者の課題は他者の課題って言って、すごくドライになってるなと思うんだけど、でもめっちゃ貢献しようって言うでしょ。ここはね、だからそこは難しいなって思うんだ。褒めるなって言ってね。で、怒るなって言ってね。で、他体のことは切り離せって言うけど、僕らは一緒なんだよ、共同体なんだよってわけわからへんよね。なんか愛してるんだか愛してないんだか積んでるんだよ、積んでる積んでる。多分ね、うん、僕のこのなんかこう今脇汗せ方も結構ひどいんですけど、うん、これがエルゲイア的な感じだと思うんですよ、ね、で何を言いたいかっていうと、うん、あ、今もうとにかくね、何に向かって僕は発信してるのかよく分かんなくなってくる感じになると思うんですよ。僕はただ僕のアドレナリンだけすごい出るみたいな。いいんじゃない、あ、それでいいんじゃないなんですよ。それがそうだと思うし、それを例えばこの動画にいいねが欲しいわけじゃないわけですよ。そう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 。これがまさに課題の分離だよね。なるほどね。別にこの動画を見て別に共感されたい、この動画が世の中にどんどん発信していきたいかって考えるのは僕の問題じゃもうもはやなくて、僕は他者貢献してる感覚で今ここで脇汗かいてるっていうね感じなのが結構幸せなんちゃうみたいな。そしたら別にあのトラブル必要もないし、別にあの興味だけは見なきゃいいじゃんぐらいの感覚でいいんじゃないのって思って。だからね、逆に僕らは今ちょっとずれてきてるかもしれないけど、情報過多になりすぎてるので見なきゃいいじゃんがどんどん簡単に言えるんですよ。でそもそもテレビを見てるでしょ。あの見なくてよくなってる。SNS で自分の好みのチャンネルだけがこうオープンされるから、ね、自分の好みじゃないものを見なくても生きていける時代になってる。そうです、うん、いやだからこそでもこの今ここにっていうのを今あえて言葉にして大事にしましょうっていうアドラー心理学が流行ったのはこの時代だからっていうのもあるのかなと。情報型だからね。うん、情報型でもね、情報型じゃなくなってくるよ、もう。うん、もう AI が始まるし、うんうん、もういろんな意味で情報型じゃなくなるから、多分今ここっていう悩みじゃなくなると思う、次の悩みが、うん、解決策が、はい、なんでちょうど今そのなんていうかな、狭間かれた。そうです、うんうん、この本を読んでやっぱりあの医者として患者さんと向き合う、まあ、姿勢とか言葉のかけ方っていうのもちょっと反省じゃなくても考え直すきっかけにはすごくなる。特に課題の分離とか。どう思ったんですか。
そうだなと。まあ特にね、患者さんも一緒ですよね。叱ってはいけないし、まあ、過度に、まあ、よかったね、じゃなくて、まあ、握手して、あ、よかったね、なんですよね。あ、できましたね、拍手じゃなくて、よかったね、つって、一緒に肩を組む感覚で、どっち上げたら、いや、なかなか難しいんですよね。難しいね。難しい。だから、俺、この課題の分離を読んだときに、この中で、結構しっくり来ないのは、でも、結構課題の分離は自分にとってはいいんだけど、その他者にとって、特に対人業務で、誰かと関わるときに、その相手に対してでも何か他者貢献したいと思ったときに、これを分離しなさいって言って、本当分離しちゃうと、なんか、だから関係ないわ、あの人ってなっちゃうなと思って。そう。そこが一番難しい点だと思う。そういうところですかね。アフラーさんが精神科医みたいですからね。ちょっと精神科の感じの解釈ですよね。でもね、精神科の患者さんこそこれ難しいですね。だから、入れ込みすぎてはダメだけど、患者さんとして話しても、ダメだっていう、こう、経験からも少し、来てるコメントなんですかね。嫌われる勇気は先生どうですか？嫌われる勇気っていう言葉は結局、まあ本が売れるために出された言葉だとして、まあ、結果嫌われるかもしれないよねっていう、これをやっちゃうと、でもそこに勇気を持って、共同体感覚で言いましょうってこと。それでいいですかね。ってことじゃない。という言葉の。生きていいんですか、我々は。あ、嫌われる勇気は嫌われるわけじゃないっていう感じで、そうそうもちろん。そういうこと。本当にそれでいいのか。負け組が語ってるみたいに聞くんですよ。いや別にその感覚がないので、まあどちらかというとこれは、幸せになる勇気っていうことだと思うよ。次の本ね。次の本なんだけど、結局。コマーシャル持ってきた。違う。次の本も読みましたけど、結局この本で語られたのは何回も出てきますよ。幸せになるためにこうしましょうって、幸せになる勇気なんですよっていうね。だけど、やっぱりこの本的には嫌われる勇気っていう題名の方が、これが売れた原因だとは思うんですけど。今この世の中で嫌われる勇気は先生はどうですか？どういうこと？僕が嫌われる勇気ってやってるか、やってるかっていうと別に嫌われたいからやってるわけじゃないですよ、やっぱり。そうですか。まあ人によるよね。嫌われたい人もいるよね。あ、嫌われることを恐れない勇気ってことですか？そういうことやね。先ほど言ったように、まあ、先ほど承認欲求っていうのがこういうことなんだけど、承認欲求を満たすために動いてると、絶対無理なんで、崩壊するって。崩壊する。で、その理由は何だ？ A さんの子がいいよっていうところは、B さんにとってはダメだとしたら、A さんにいいよって信頼したら、今度 B さんがダメだよって言い出すから、承認できないから、結局嘘をつかめないといけないことになるので、人生に嘘をつくっていうことになるので、結局承認欲求のまま生きることはできない。でもね、いい人思いつかべてください。僕らのいい人思い浮かべてくださいね。どの人にも素晴らしいって言ってますよね。わかりますか？どんな人でも素晴らしい。目をつぶってみてください。わかりますよね。わかりますよね。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。この宗教はい、じゃあまあこれぐらいに今回はですね、今回この嫌われる勇気っていう方ですね、まあかなり議論ができる内容だったかと思います。ですので、また今度これを元にですね、この動画を見た人たちで集まって動画を撮るっていうのもちょっと面白いかなと思ったりしますので、ぜひちょっと普段ちょっと読んだことない方もですね、読んでいただいてですね、ちょっといろいろ感情が湧いてきますので、おすすめです。はい、じゃあ今日は嫌われる勇気でした。はい、ありがとうございました。